はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。美少女サッカー育成ゲーム、ヴィーナスイレブン、ビビットをやっていきたいと思います。今回は、7月から始まった新しいアニメ、ジャシンちゃんドロップキックのコラボイベント、が19日まで、行われてますので、まあ、これをアップする頃には終わっているかもしれませんが、こういうコラボイベントもヴィーナスイレブン、ちょくちょくやっているということで、はい、その参考に見ていただければと思います。で、ジャシンちゃんドロップ前回の動画でですね、一応、その振りといいますか、予告編みたいな PV が最初で流れていたんですが、このように、ジャシンちゃんで、ジャシンちゃんというこの、ヘビが、ヘビの尻尾を持った悪魔が、おりまして、それがですね、この、左から2番目、花園ユニエっていう、まあ、外体をしたゴスロリの衣装をつけた、まあ、女の子がいるんですが、この子にですね、の召喚されまして、で、この子を、まあ、殺せば、邪神ちゃんが殺せば、なんか元の魔界に帰れるんだけれども、それを企てても、もう、うまくいかないで、結局花園ユリエのなんかアパートに居座って、いろいろ喧嘩とかスプラッター的なことをやりながらも、なんか楽しんでいく。で、このペコラとか、この右側にあるビーフ 100% の千夏とかですね。この、一番右にあるメデューサとかが、出てきて、千夏は、あれか、千夏は、違うのかな、いろいろ混ざってるんですよね、そのヴィーナスイレブンのオリジナルキャラと。邪神ちゃんとユリネとメデューサとペコラはそのアニメのキャラクターなんだけど、右にある千夏はキャラクターじゃないのかもしれないですね。1話だけ見ただけなんですが、まあ、なかなか面白いですね。肉の奪い合いで、ちょっと肉がバンバン出るんですが、すごく、花園ユリエが印象残ってますよね。この大森にちかって言うんですが、この大森にちか、4年前に、まあ、デビューをして、まあ、声優アイドルユニット、を、その、出たアニメ番組で組んで、まあ、番組限定で組んでですね、活動を始めて、まあ、なかなか良かったんですが、その元あった事務所を抜けてからですね、どうなるのかなと思ったら、別の事務所に、移籍しまして、それから
あのこの夏のアニメではいろいろ出てますね。七星のスバルにも出てるんだろうな、あのメインヒロインだった記憶が、あるんですが、まだ今年24歳と若いんで、しかもかなりあの演技もあの4年前に比べて上手くなってるんで、期待の若手、女性声優さんです。ですね、声優雑誌に、ボイスチャンネルっていう、まあ、声優雑誌があるんですけど、その最新号に、ですね、結構あの邪神ちゃんのこの小堺ゆりえだったかいな、それも含めて出てまして、その中にあのこの大森日香というのが出てまして、なかなかまあ、あのビジュアル写真誌なんですけど、よかったです。はい、よかったですか。まあそれはあのそういうですね、キャラが出てまして、キャラが出てる、まあ結構夏のダークホースなんじゃないかなと思いますね。ひとまずあのやっていきましょう。行動力使うんだ。まあ邪神ちゃんリリス、まあ邪神ちゃんを使ってみましょう。どうせこいつあのフォワードだろうから、フォワードとチェンジします。いや、この人とチェンジしてはダメだよな。この人はそうか、あのあれだから、こういう感じでいきましょう。ポイント重視でいきます。さあ、ルーミンが、エースルーミンが出てまいります。さあ、前半戦開始。さて、このポジティブは、渡った。まあ、初級なんで楽に勝てるでしょう、最初のうちは。さあ、残り時間、注意。抜けた。おお、なんか怖いな。なんかペコラがすごい迫っ、この目がね、おっと、ドロップキック、え？何？あーっと、邪神ちゃんすごい。そうだ、味方だったんだ、邪神ちゃん。味方にすると強いですね。でも、さっきのご揃いのユリエやられてばっかりなんですけど、コーンサッカーでは、活躍してくれますね。あ、イベント特攻 50% がついてんのか。だから、まあ、強いと。入れ替えましょう。ちょっとまだ交代は早いかな。邪神ちゃん本当はヘビなんですけど、それ蛇のままかけさせたら面白いなと思うんですけど、あのアニメの中でも蛇でなんかすり足であの床を這い回るシーンもあるんで、床を移動するって言ったら這い回りまではしなかったな、移動するシーンもあるんで、そういうのもいいのかなと思うんですけど、
そうはなってないなっていう。斎沢夏実が、さあ、そうそう、決めにかかりたい。さあ、ルーミンだ。ルーミンも負けてられません。2点目。どんどん行ってみましょう。勝利ですね。さすがにこれは勝ちます。普通に勝ちます。はい、 MVP ですね。いつも強いルーミン。さあ、経験値を稼ぎたいところ。ポイントアップ。で、試合ですね。じゃ、しんちゃんダイレクトシュート。もう一回行ってみます。今、行動力は5しかない。中級数回復したいと思います。試合スタート。リリス使ってみましょう。戻ろう、戻ろう。使わないと意味がない。さ、いや、もう得点重視でいいと思います。ポイント重視でいいと思います。得点重視じゃなく。さあ、スタート。取り返された。なかなかうまくいかない。中級となるとさすがにね、勝つのは一苦労。おっと、さあ、ユリネに捕らえた。おっと、これ第一話で出てきた肉のシーンかな。抜け開いた。なんか結構気をつけないと。さあ、伊沢にチェンジ。かか相手強いですね。ああ、これちょっとやばいかも。前半戦終了ですか。ちょっと相手強いか、中級になると。状態のいい選手がいる。ちょっと変えましょう。これで、後半戦いきます。高速モードをあえてオフにして取り返した。さあ、ルーミーストライク。ただまだ早いかな。ここは抜けた。来た、ルーミンストライク。この辺キャプツバっぽいですよね。抜けた、先取点。苦
しみながらも選手権を奪いました。さてそろそろスタミナ切れてる選手はそんなにいない。スタミナ行きを使ってますからね。おや、これでスタミナがほとんどない。奪い切った。2対1だ。抜けた。さすがです。2対1を展開抜けました。さあルミンストライクを決めない。ない。試合終了か。3倍。もう9倍があったのか。いや、さすがに無理でしょう。初球行ってみましょう。また邪神ちゃんを使います。さあ長球だとどうなるか、どこまで通用するのか。捉えちゃって、うわすごいな、ガッツは高い、すごいな。あっさり奪われた。あとインターセプトされたよ。キャーって断末魔が。いろんなものが、なんかゴレンジャーストーンみたいだなっていう地帯が、おっと抜けられた。これは苦しいな。相手が悪い。頑張るしかない。近さ歴然の場合簡単に抜け合えちゃいますね。その辺がで、これがこうなってこうなるんですよね。この辺がカルチョビートアート違って、まず必ず力差っていうのが大きいですよね。ほとんど出番はないです。
インターセプトされることも決められることもない。それはシュート打ちやがった。結構遠いとこからシュート打ってるよな。このバスは通った。おっと、最後は良かったんですが惨敗です。あ、しかしレベル上がりましたね。申請はできないよな。大概上限に達してるから。さて、まあ続きやりますか。中級でちょうどまあいい勝負っていう感じかな。でももらえるアイテムが違うだけだもんな。なんか激しく戦えるみたいなんで、ディフェンダーの補強をいきましょう。結構あの上位陣になったら守りが重要になってまいります。ここで30ポイント使うのもな。限りある資源ですからね。おっと、パスカット。お、危ない。おっと、なんとかこぼれ玉を捕らえた。じゃあしんちゃんにメデューサ。おっと、メデューサを、おっと、ジャシーちゃんに渡された。これは奪った。ナイスパスプレイ。さあ、とあまり時間がないです。さあ、キクバミより、あっと、一進一退の攻防でした。一つ危ないシーンはあったんですけどね。ミッドフィルダーが結構垂れてきてる。ウィンドフィルダーがいない。というか、こんな感じですか。抜けられた。おお、カット成功。シエが頑張ってくれますよね。シエなかなかスピード感ある。さあ、ポジティブパス。さあ、ルーミンチャンスだ。決めろ、ルーミンストライク。見事です。あと、カットされた。
さあこれは抜け合えない。あーっと抜け合えた。同点に追いつかれた。入った。あ、勝ちましたね。ヴィーナスアートに交換すると、その分消費しちゃいますからね。ここは我慢のしどころです。さあ受け取りを行います。はい、レベル17です。なるほど、行動力はなかなか足りない。なんだろう、ヴィーナスアートで行動力を回復させますってなってるか。生八つ橋、はい、京都出身者なんですかね。うーん、なるほど。和風ですか。
から傘をやってます。特訓させましょう。サイン会なんてあるんですね。ミニゲーム。さあ、アドベンチャーパートをこなしていきます。そうするとまたプレゼントをもらえる。一括受け取り。でシナリオも増える。はい、という感じですね。パス特訓日なんてやるんですね。さあ、攻めようと。試合開始。おっと、雪はダイレクト。早くも順調ですね。さあ、相手の邪神ちゃんを持っている。しかしここはインターセプトに成功。おっと、エミリー自身がシュートを打った。2点目、早くも好調です。
おっと、ルキアダイレクト。3点目、早いですね。さあ、ルミンが。またエミリーだ。おっと、抜けられた。1点返されました。もっとほとんど時間はないです。はい、こちらですね。この邪神ちゃんダイレクトシュート、アニメコラボを中心とした、ヴィーナスイレブンビビットをお送りいたしました。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。はい、この動画のタイトル欄、右にあるチャンネル登録ボタンを押していただくとチャンネル登録できますので、まずされていらっしゃらない方はぜひご協力よろしくお願いします。今400人超えておりますが、最終的には1000人目指したいと思っております。また高評価、コメント、この動画の SNS など拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。はい、またですね、関連動画、動画プレイリスト、はい、こちらが最後の20秒で流れますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。